だ。もう来ていいのか。早い。ラウンド1ファイト。さあ、ある種一種のコンテンツを形成している BKB さん、BKB コンテンツは数字が取れるとかで言われます。行きましょう。高橋俳優は優勝、帰ってきたレジェンド、出てくるのが BKB V 字。ヤギカウンターでワースト、これがレジェンドの呼び合い。
ミルキーさん、フラッシュで、この一気の詰め方が、ミルキー、これは、もう余震だからね、これくらい、08動画のミルキーさん、こんなんじゃなかった、もっと強かった。これはこのヒートこのヒート投げ発火して投げ、あー投げが取らない、エクソーリーどうだ、これは球切れるか、あー使ってしまう、ほらステップスタイル待てない、シードが勝った、アーキード取った、コマ投げヨシクレールの回エクストリー、まあ、勝ったのは優勝で、エルギーさんお疲れ様でした、お疲れ様でした、こちらにいらっしゃいな、あの10年という年月を埋めてからまた来てください、だって8年か、8年8年の年月埋めてから来てください、楽しませてください、さあどうもできました、ラウンドワンファイト、一瞬取るのはアンパンサップ、さすがに同編集中で止めとかないとやっからワンコンのセルフが優勝で、お前そこを逃げ出す、美味しい防衛カウンター、そしてここが切る、ちょっと先行正解して正解して、シュールスカウンバンこれはバレットで返していく、
そもそも15人しかおらんからさあ流れを止めたい西川、なりふり構っていられない。出てくるのはその制服。ワンファイト。私からそこだ。何の竹の子、竹の子攻撃するんじゃねえぞ。ボンブラックも気合が入ってる。しかしそれをさばいていく優勝で、ふわっとー、引っ張ってないか、バレット。これは何か、刺しやったか。ここから仮面がゲット、どんどん待って、当てて、噛み合って成長は、しかし絶対が押し返しきれない。球が当たった。何か押し込んでしまったか、カウンターが見えている。ラウンド2ファイト。2ラウンド。そこで飛び替えがうまい。そこで今日のカウンターという男の話。行こう、長い者同士の組み合い。ケロコ、なかなかケロコに引っかかってくれない。当たった。さあここからがドロドロターンだ。ダメージ量がバカにできません。しかしなんと勝利が漏れる。左足、しかし勝った。ある少しからでもポッポ逃げる。竹の子、竹の子、ダッシーから竹の子を敷いて全員箱を押した。しのぎ出るか、夕日ステージ、パートができる。足当たりでもおためなし。それも当たらない。夕日が回復できてる。そこで行こうよ。バレット行こうよ。カウンターが出ない。あーゲルブラー、狩りいかがゆっくり。これは攻め重視か。行こうよ。バンカー読みの投げだったけども、そこで気をつけて。成功に行けるぞ。トラのターンが始まるか。コンボしっかり入れ続けるぞ。どうぞ、どうぞ。逃げられる勇気、これは強行か。こっち、じゃあ時間だ。あ、しない、ごめん。下がりきれない。下がるぞ。下がりきれない。インバーしてるけど下がる方が正義。どうする。シールドが抜けたぞ。その後が下がらなかった。シールド、空中シールドが正解なんでしょうか。ユーヒー実際あれ、ウィアムの戦いを挑むとは何事ですか。皇帝を10周ほどして自分の愚かさを反省なさい。あー、回復をちょっと視野に入れちゃった。琥珀ったら気安く学校か。それに伝言は、まあ、暗い逃げという風な可能性もありましたからね。解放した後何だったかしら。さあ長い長い東の猛攻が一旦ストップしまして、ここで仕切り直しといて、が流れは西に渡したくない。東側を出てくるのが有名やから。私ダウンド1ファイト。さあ、ちょっと引っ越してしまうんだ。ちょっとコンボがいけつ、ダウンスにカウンターが美味しい。コンボそこ行きたころ、コンボそこ、どうここからよ。私からちょっとわからない。コンボの上が始まって、そこ、そこに行くの。あ、ピッタが見てない。さあ、ここからセブルターン、ボーレーターン。
通しているのに。さあ、さあ一部ではゼロ全員と呼び声高いマサゼロの登場。行きましょう第1ラウンド。針が当たらない。ちょっと竹の子竹の子さあ、キータがでかいんで結構セーフが持ち構えやすいかと思ったけども、あっ竹の子で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 竹の子こんなんじゃそれでも全立てだったらね、怖いかもしれない。その番友
ラウンド1ファイト。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 出てくるのはともしき。ラウンド1ファイト。行きましょう。行きましょう。投げは外す。熱い攻防。波動拳の接近に弾性が吹く。私に一応残りが西側7の、東10。待て待て、なんで大将も出てんだよ。さっきの優勝者何度も出てんだよ。早いよ。はい、まあ、ここは止めないとね。先ほどの動画2オンでは優勝を飾りました。出てくるのが赤星突起。ジャンから、ジャンから。三つ目。最下位。赤星特有の補正技。こっちだけで引っかかる。つらい。自分からするとダウンが少ない。さあ、ここで構えつけるか、赤星。
ドレス、あれ投げが漏れた。投げて食らい尽くせ。幅広いドラゴンスキル、相手に流れを渡さない。取り返すはまとめろ。2ラウンド的な意味でね、まだまだ西軍にはあと6名ほどおりますので、